千法政法営2年2月1日は、中国民末に生まれ、日本に渡来した、臨在州大幕派の前奏。大幕山満腹寺、第六代十字となり、大幕流の農書家で知られた。属性は陳、道後汚染法、曇り随、法意味名を、聖。福建省福州府長楽圏の出身。17歳の時、説法高志聖寺,寺に三次即非常一。 の下で出家する明暦年2月に即に日従って日本へ総福寺に入って、即妃の奉仕となり、漢文五年即妃より司法を受けた。同八年、即妃の命によって、幸福案を混流同年七月に、総福寺中高、第二代なり、元禄六年まで従事した。同十一年、即妃が自弱するとそのシャリを、総福寺に収めた。 同年11月には、満腹時に赴もむき人間流起80歳の大間を祝った。遠方3年5月、長崎が飢饉に見舞われると首都市等を率いて、卓発を行い飢えた人々に粥を施した。同年9月に再度強作になると、書画を売り、大鍋を鋳造し多くの人々に粥を施した。この鍋は、万人鍋と呼ばれ今も現存する。元禄元年、鳥取藩主。 池田三中に養成され、龍宝山公然寺の中高解散となる。同8年、大爆山満腹寺、第6代に選出され、翌年正月に新山する。同年5月には、徳川綱吉に越見始十字の次席を報告した。その後、幕府の寄進などを受け書道を、修繕、さらに徳殿、炎寿殿、副寺寮などを建て石本寺の解散となった。また、 いいのちや記事、終わりの五国三島臨時を創建し、四則費を、解散とした。宝永2年2月、自弱。横飛ぶ機70。万象丘で、ダビに伏されシャリを、随行員に安置。後に、石本寺に通された。大爆流の農書で知られ、同尺人物図、ランチクずなどを描いた。ありがとうございます。